皆さんこんにちは。今日は久しぶりの料理動画です。今回はパリのキッチンから初めて料理の動画をお届けします。毎度おなじみひーちゃんに手伝ってもらいながらの撮影です。どうぞお楽しみください。今回はブッシュドノエル、そしてローストビーフを作ります。まだキッチンでの料理も、不慣れな部分もありますので、ちょっとおぼつかない部分も多いんですけれども、どうぞ温かく見守ってください。ブッシュドノエルというのは、フランス語でもあるので、フランスでもよく作られる料理だそうです。特にこれを作るぞっていうこだわりはなくて、今年は何を作ろうかな、どんな料理どんなケーキを作ろうかなって、毎年変えているんですが、ブッシュドノエルは、2年ぶりに作ります。型を使わなくてもできるし、ちょっとぐらい粗があってもそれも手作りの味みたいな感じで可愛く見えるので、ブッシュドノエルはすごく手作りに向いているんじゃないのかなと思います。今年のクリスマスはパリで過ごす予定です。お家で料理を作ったり、それから日本のお正月がこちらのクリスマスという感覚で、家族で静かに過ごすのが、こちらのスタイルだそうです。なのでおせちみたいな感じでちょっといろいろ買ってきて料理をしなくてもよくて、みんなでのんびり食べたり飲んだりして、楽しく過ごすみたいな部分もあるので、数品作ったら、あとは例えばサーモンとかハムとかチーズとかバゲットとか、そういったものはもう買ってきて、食卓に並べて、そしてみんなでワイワイ、過ごすみたいな感じで考えています。13分のタイマー。13分のタイマーを作成しました。カウントダウンを開始します。はっ、はい、こんな感じどうかな。焼けてる感が漂ってきてます。焼けてるんちゃうか。オーブンはタイマーらしいものはついてはいるんですが、タイマーはあくまでタイマーであって、時間になって、火を止めない限りは、止まらないので、自分たちの側で厳密に時間を区切ってちゃんと様子を見て扉を開けないと、いつまでも燃え続けてしまうので、結構オーブンの前にちゃんといてあげないとっていう感じのスタイルは日本とは違うなと思います。戸惑いも多いけれども、これも慣れなのかなと思います。
これをピーって塗っていきます。よいしょ。ブッシュド・ノエルという名前は、まあ、ノエルはクリスマス、まあ、ブッシュは、木ですね、なので、クリスマスの木、切り株を、模したケーキとなっています。ローストビーフもひーちゃんにフランスでは、どんなものを作るのって聞いたんですけれども、まあ、七面鳥だったり鳥を焼くっていうこともあるし、あとは、まあ、ローストビーフとかを、作っていくこともあるそうです。おー、まだ巻いてある、すごい油。お肉屋さんで今回お肉を買ったんですが、油身を巻いて売っていました。油身を巻かないバージョンも売っているんですが、ローストビーフを作りたいというと、あらかじめあのようにして紐で巻いて、さらに油身でくるんであったので、まあ、ああいったスタイルでも売ってあるんじゃないかなと思います。マルシェで買いました。こんな感じでブーケで売ってます。
今回使ったハーブはタイムとローリーです。フランスのキッチンはですね、水が硬水なのでそのまま使ったりすると結構カルキが白く固まってしまったりするので、何か茹でる時とかも浄水のフィルターのポットを使ったりしています。今回ローストビーフは二重構造になっていて保温ができるお鍋で作りました。いい感じじゃない？いい感じじゃない？ちょっとウェルダンかな。今回湯煎みたいな感じでお湯の中に、混ざらない袋に入れた状態でつけて放置するというスタイルで、肉の中心部まで火を通すような調理法だったんですけれども、炊飯器で作る作り方もありますし、弱火で、少し火を通していったりとか、水を張ったオーブンで温めたりみたいなこともあるようです。それぞれの作り方で試してみてください。できました。